どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のサクとケメラジです。ということで、サイレント深掘り考察動画、はい、はい、ということで今回もね、深掘っていくわけですけども、うん、今回深掘りしていくところはですね、うん、港の別れフラグまとめでございます。悲しいまとめになります。悲しいね、タイトルがね。いやー、いかんせんこの4話でね、はいはい、すごい決断をしたじゃないですか彼は。うん、まあ分かっていたけどもね、視聴者も、うんうんうん、やっぱり実際に見てみるとすごい辛かった。辛いね。うん、まあ4話でね、並々ならぬ港のね、紬と宋への思いっていうか愛がね、うん、分かりましたので、まあ、そういったところからですね、ふと思ったことがあって、うん、彼はいつからね、こう別れを決めていたのかなと、ほうほう、っていうのが気になりまして、ちょっと1話から見直してみたんですけども、うん、ちょっと数々の別れフラグがあったのかなと、あら、ちょっと個人的にありますので、うん、それを今回語っていければなと思いますので、はい、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ということで、まずですね、1話から順に抜粋してね、語っていきたいと思いますが、まずここですね、開始5分、駅のホームで響いたさくらくん。あー、出た。こう覚えてますか皆様、うん、駅のホームでね、うん、港と電話している紬っていうのがいまして、うん、まあ、偶然にも宋を見かけてさくらくんと呼んだシーンがあったんですけども、うん、まあ、この時ですね、電話は繋がっていたから港にも絶対聞こえてるんですね、うん、まあ、みたいな反応もしてましたから、うん、そうなるともうこっからですね、港の脳内には宋がいたんですよ。うわぁ、ついに現れたかと、はい、そこで察したわけで、うん、で、その後ですね、紬と港は合流してさくらくんを見かけてさ、みたいな話をしてて、まあ呼びかけたんだけど気づいてもらえなかったと、うん、じゃあ人違いだねって終わったんですね、そのシーン自体は、うん、で、次のシーンで高校の同級生と居酒屋にいたシーンがあったんですけども、まあ、そこで港はずっと呆然とした表情があるんですよ。おー、まあ多分頭の中に、え、宋がいたのかと、うん、っていうので頭がいっぱいで気が気じゃない様子、うん、だからこの時の港の心情としては、あの紬が宋を見間違えるわけがないと。そうね、うん、うん、絶対宋を見たんだなと思っている。紬、うん、もそれを言ってて、真子にね、私も確信はあるよと言ってたので、まあ港もそれは分かっている、うん、だからもう港の中でも紬の中でも、さくら宋君が世界、この世界線にいること、うん、近所にいることがもう絶対になったんですよ。まあそうだね、うん、で、そのあのさ、そういった不安げな表情を浮かべるってことは、親友に久しぶりに会えるっていうよりも、宋が現れることでやっぱ取られちゃうんじゃないかっていう懸念の方が上回っちゃったっていうことじゃない？まあそうだね、うん、で、この居酒屋のシーンで物事をストレートに言う男、略してストニキ、あ、ストニキのね、匠がいたんですけども、はい、で、このストニキのセリフがね、すごかったんですよ。まあ宋がいたら、お前青葉さんと付き合ってなくない？再会とかされたらやばいでしょ普通にと、うん、ズバッと言ってました。オーバーキルですな、だいぶ。で、ここって、うん、それを言われて港はね、もう何も言い返せてないの。土星論なのかな。もうていうか、まあ何も言い返せないってことは、うん、自分自身もそうなってしまうって思ってたからなのかなと。うんうんうん、だから、まあ、会ってしまったら2人がもう一回くっついてしまう、2人の思いが再熱してしまうっていうのを恐れていたのかな。そうね、だからあくまでも別れたから自分が付き合いだっていう思いはずっとあったってことだね。あったんだろうね、うん、だからそういったこの1話の開始10分ぐらいなんですけども、うん、そう見えちゃったね、港の心情が。あら、1話で見た時は何も思わなかったけど、うん、4話の後に見たら、うん、港結構辛い顔してたんだなっていう。そっか、だからこう1話冒頭の居酒屋シーンでもう港は紬と別れる未来を想像していたのかもしれません。そうね、うん、で、次のねシーンを触れるとですね、まあ1話を見直してより思ったのが、港が一番宋をね探していたんですよ。うんうんうん、まあ行動範囲的にね、はい、まあ、その理由っていうのを考えたくて、紬からね宋を見かけたよっていう話を聞いて、真っ先にまず古賀線のね元へ行って話を聞きに行った、うん、で、宋の実家までにも行ってですね、宋の手がかりを探していたと、うん、だから4話を見てからこの時の港の行動の意味を考えると、宋と実際に会って宋が人間的に変わっていないのかを確認ちょっとしたかったのかなと、うん、で、昔のままの優しい宋だったら、まあ、紬に合わせてやるかみたいな、なんかその思いがあったのかなと思っちゃって、はいはい、で、結局4話で3年間楽しくなかったと思うんだよ、紬がって言ってたから、うん、だからそういう思いがあって宋がこの世界線に出てきたってなって、ちょっともう、うん、なんならもう紬のために探してる、走り回ってるみたいなね。ああ、なるほどね、にも取れたな、うん、もう普通に再会させたかったっていうことだから2人を。
でちょっと個人的に好きなシーンがあってですね、まあ、ソウの実家に行ったシーンなんですけども、まあ、妹の萌えを騙してなんとかソウの連絡先を入手してました、うん、まあ、この時のねちょっと湊の表情がいい表情してて、うん、萌えが一回スマホをね連絡先教えるっていうから取り行ったんですよ、うん、玄関先で一人になった状態、その時に湊があーってこううーっていう、はいはいはい、頭をちょっと顔を下げたんですね、うん、なんかそれを見た時に湊の中でうわ俺嘘ついちゃってるわっていう、うん、だおそらく普段湊って嘘つかないんですよ、うん、そうだね、だけどソウのためだったら自分を殺してまでそういったことをやる、うん、普段やらないことをやるっていうので、もうそれだけの思いでもソウを探していたのかなと、まあ、それは自分のためでもあるし紬のため、うんうんうん、っていうのがなんか個人的に思ったかな、結構罪悪感が溢れたのかな。そう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 、うん、だから居酒屋のシーンで自分の未来を悟った湊は、うん、居酒屋のシーンから自分が別れてしまう未来の準備をしてて、うん、でソウと会って変わってないことを確認したかった、うん、まあ、だからたくさん動いていたのかなと、うんうん、でそれで次に湊がしたものは紬のソウへの気持ちを確認すること、はい、まだソウを思っているのか、うん、でそれが分かったのが1話のですね、湊の月を見て晴れてるねって言ってたシーン、はいはいはい、夜道を2人で帰ってたシーン、うん、この時ですね、湊からソウに会えたのってソウの話題を振っていたんですね、うん、でソウの話をする紬のことをずっと結構見てるね、じっと、うん、でしばらくすると湊が泣き出すんですよ。おでそこで何を思ったのかなと思って、うん、紬がさくらくんともう一回話したいと言ったあたりから湊は泣き出している、うん、でこれはまあソウが耳聞こえないことも思い出してたのもあるし、うん、やっぱり紬ってソウのことが好きなんだなって感じたシーンにも撮れるかな、うん、やっぱりソウのことを語ってる時、うん、まあ、ソウが絡むと紬一番可愛く見えるなみたいな、あ言ってたもんね、うんうん、まあなんかいろんな思いが重なって涙に出ちゃったシーンなのかなって感じだね。そうね、また港的にはそのソウがそういった病気になっちゃったことの悲しさと紬がそのソウに思いがいっちゃってるところのなんか寂しさっていう両方がずっと並行してごちゃごちゃだったんだろうね、感情が、うん、だから結構1話っていうのが個人的にその別れフラグというか別れを悟った表情というのかな、うんうんうん、そういうの見だと結構見れたかな。あだからぜひちょっと1話見直してみてください。うん、で次2話で言うとですね、2話の冒頭で、まあ、ソウが耳聞こえなかったことを知った紬っていうのがいました、うんうん、で放心状態でパンダの動画を見ているシーン、はい、で湊が駆け寄ってきてコンポタをね渡すんだけども、うん、でそのあたりから紬は泣き出すと。で湊がね背中をさすろうとしたんですよ、うんうん、でその時に一回躊躇するの。こうおーそうだったね。で俺これを見直した時にこの画角絵がですね、うん、振られた友達を励ます親友みたいに見えたもうそうなっちゃってた。うんあら早くないか。ちょっとなんかみんなともあの時は彼氏として紬の背中をさすれるんじゃなくて、うん、なんか親友としてさすってたのかなっていう感じ。だって多分そうのことで泣いてるでしょ。そうだね、うんとかあるから、割とちょっとこれ友達の恋応援するみたいになってない俺、あでもさすっとくかみたいな、あちょっと戸惑いがあって一回躊躇したのか、うん、に見えたんですよね。てかここで割と湊って自分の心の変化も感じてるわけだから、うん、もう別れっていうのを、まあ、すごく感じるようになってたのかな。まあそうだね、もう意識はし始めちゃってるよね確実にね、うん、ではっきりとして分かることが2話で紬に手話教室を教えた件ですね、うんうん、これはもうね4話見て思うと、うんもうこっから動き出してたなっていうのは分かりますね。まあそうです、最大のアシストにはなっちゃったのかなこれが。うん、それでね紬自身もねすぐ教室行ってますから、うん、湊はそのこともね知ってるし、うん、確かに。でさこれさそもそも一緒に行こうじゃないんだよな。いやそうなんだよ。そうだってさ言うてね親友でもあるわけだから、そこにはやっぱり湊もいて一緒にねソウと話してっていう未来を描いてもいいけど、そこに自分がいないっていうことはもう本当にそっからね自分のいない未来を悟ってたのは間違いないよね、うん、まあソウが耳聞こえないことを受け入れたくないっていう思いもありながらも、まあ、ありながらも、うん、ちょっともう猛プッシュですよここは。そうだね、はい。で次3話ですね、まあ、高校のね同窓会が開かれてるシーンで、まあ、この時ですね紬と湊は再会したと、うん、で再会した紬が精神ボロボロだったじゃないですか、うん、でそこに歩み寄る湊っていうのが描かれてたんですけども、で今考えると湊ってどこか想のために紬を守ってたって見方もできるのかな。なるほど。てか想が突然といなくなりました、うん、でブラック企業にもいて、うん、もう精神的に今にも倒れそうなんだけども、湊があそこで歩み寄った結果、うん、立ち直って元気になった、う
で近くで支えるっていう、うんうん、で別にこう層が戻ってきたらあお返ししますみたいな感じじゃないんだけども、うんうん、まあ、その時に層が紬に思いを寄せてたら、うん、まあ、譲るかみたいな気持ち、うんうんうん、まあ、そういった気持ちも抱えながら紬と付き合ってたのかもしれない。そうだね、だからもう花からもう層にはかなわないっていう前提のもと付き合ってた、うんうんうん、そうそうそう、うん、だから紬を幸せにするっていうところを一番重きを置いて、うん、層が現れなかったら俺でいいけど、うん、層が現れて、まあ、相変わらずいい人間というか昔と変わらない人だったら譲ってもいいという気持ちは片隅にあったと思うんだよ、うん、だからこの紬のことが大好きだからこそ一番大好きな人と一緒にいてほしい、みんなとの思いですよ。まあそうだね、まあそれもありつつやっぱり湊って本当に、はい、まあ、第4話でマコも言ってたけど、うん、やっぱり自分に自信がないっていうのもあると思う、はい、なんかそのちょっと今度動画でも言うかもだけど、うん、その湊がめちゃくちゃいい人で人のために優しさで2人を思ってっていうのももちろんあるんだけども、はい、やっぱそこだけじゃなくてかなり湊の自己肯定感の低さっていうのも、うん、そういった行動の表れなのかなとは思ってるかな、うんうん、そうだね。で次4話なんですけども、これ確定的でしたね。これ一緒に住む話をしてる時のペットかのとこにしないのシーンですね。あ、出た。これもし別れても、別れたとしても別れるまでに楽しいこといっぱいあったらそれでいいのにねと、うん、みんなとか言ってました。そう、初めなんであんなこと言うのって思ったけどね。なぜ初見で気づかなかった本当だよね。まあここのシーンもあったし、あとヒカルとの電話ですね。出た、うん、ヒカルも手話覚えたら、うん、これを言った意味っていうのは、まあ、ソウが今後紬のね、うんうん、彼氏になるから準備をしといたらっていうアドバイスみたいなね。そうだね、うん、で気になったのがね、ヒカルがそれに返しました、うん、なんでそんな手話覚えろって言うんだよと、うん、そしたら湊は無言のままスマホを下ろしてシーンも終わってましたけども、うんうん、あれは何があったんでしょうかね。もう無言のまま電源を切った。まあ多分何も言い返せなかったと思うんだよ。だからまず前提として、そもそもヒカルはソウのことをあまりよく思ってないし、はいはいはい、そう、もしかしたら紬がソウに行ってしまうんじゃないかっていう多分不安もね、ずっと多少なりとも抱えてたと思うんだよ、うん、だからなんでそんな取られかねない相手のことを気にかけるの、余裕なのっていう、ヒカル側は単なる俺怒りの感情とも取れるのかなと。でそれをぶつけられた湊側は別れるからっていうのが答えだけども、うん、そんなこと言えるはずもないからもう無言、うん、だったのかなっていう風に思ったね。まあもう無言が答えではあるけども ね、まあ、そこが湊らしさというか、うん、まあ何も言わずに切ったっていうのが予想されるのかな。まあそうだね、多分そうだと思う、うん、はい、ということで僕がねちょっと個人的に思ったね、湊の別れフラグをね語ったんですけども、うん、まあ皆さんはねこう湊の別れを悟ったタイミング、まあどこだと思うのかっていうのも ね、うん、ねちょっと気になります。まあ各々ね意見があると思いますので、そういったことをコメント欄に書いてみんなで共有して、うん、サイレント楽しんでいければなと思いますので、コメントよろしくお願いします、うん、ということで僕たち他の動画も取り上げておりまして、秋ドラマ豊作ということで僕らと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。チェックよろしくお願いします。ということで以上ロクロクでした。ご視聴どうもありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで最後にケメロジェ、はい、あなたの別れサイン、これ教えてください。別れサイン、別れサイン、シンプルに中がこうからこうになる、こう斜めが